どこにある魔法のレシピ、唱えたならば溢れ出すよ希望の光、鮮やか空に虹をかけた。さあて、どこに行こうかな。出発だね。楽しいお出かけになるといいね。そうか。いや、なんでもないよ。中身はなんだ？中身はなんだ？改めて見るとすっごい迫力。もちろん戦うよ。立って。あの魔物を倒さないとお母さんのアトリエが、私の家がなくなっちゃうもん。そんなの嫌。いつかお母さんが帰ってきた時、しっかりと出迎えるために私はアトリエを守るんだから。ルルアのくせによく言ったな。なら僕の剣、今しばらく貸してやる。じゃあ私も全力でかかるとしようか。君の未来を守るためにね、ルルアちゃん。もちろん私も力を貸すよ。なんて言ったって私はルルアちゃんの師匠だからね。みんな、よし、私にはみんながいてくれる。それにリドルだってある。私たちならきっとなんとかなるな。私の経験、私の知識、そして私の思い、全部全部ぶつけてやるんだから。みんな行こう。行こう。
ジック。私がいるんだから当然じゃないか。まったく大口を叩く男だ。確かに実力はそこそこあるようだがな。ふふふ、オーレル君がそれ言うんだ。それはタトリ君、君から説明してやってくれ。はい、
課題だったから、いや本当は課題じゃないんだけど、とにかく心配で。え、課題じゃない？まあ詳しい話はここじゃない方がいいかな。後で議会まで来てくれる？それじゃあまた。ステルクさん、戻りましょう。何やらこき使われているような。わかった、それでは君たちまた後で。ごめんね、エーファ。大丈夫だよ。いやしかし、あの二人がいなかったらどうなっていたことやら。ちょっとフィクスさん、どこ行ってたのよ。お姉ちゃんたちが来るなり姿が見えなくなったけど。まあ人には秘密の2つや3つや4つあるものさ。それはありすぎ。まあいいや。トトリさんが言ってたことはどういう意味なんだろう。実は課題じゃないって。それも議会に行けばわかるわよ。ささ、また魔物に襲われる前に町に戻るとしましょう。はい、わかりました。もうなんだかモヤモヤする。ステルケンブルク・クラナッハ、最強の剣士の称号を持つ者。いつか、いつか僕が必ず。
さあ、どこに向かうんだい？